笠公園に来ています。で今からフェリーに乗って猿島という無人島に行ってみたいと思います。三笠公園に入ってくるとこうして目の前に大きな軍艦三笠があります。こちらの軍艦にも右手にあるチケットセンターで、ここですね、ここチケットセンターでチケットを買うと中に入ることができます。で無人島の猿島へはこの標識をたどって行ってください。モンキーアイランド猿島のチケット売り場と乗り場ですね、シーポートに向かうことができます。こっちの道、はい、でここがチケット売り場になります。チケットカウンターというところで並んでチケットを購入することができます。でチケットの価格は往復の乗船券と島への入園料ということで、大人が往復で1500円、中学生が1400円、小学生が750円、小学生未満のお子さんは無料で乗ることができます。ではチケットを買いに行きましょう。はい、ではチケットと案内をゲットしました。でチケット売り場のお姉さんにお願いするとこうしてイングリッシュメニューもいただけるので安心して観光してください。では船に早速乗っていきたいと思います。今から船に乗ります。3階多目的ホールまでお越しください。この船で10分ぐらいしか乗らないので対岸にはすぐに横須賀の街並みが見ることができます。では島散策へ行ってみましょう。島の中央に通ってるこの道は、まあ、一本道なんですけど全部要塞の跡だということで、貴重なレンガ造りの旧要塞施設、この道並みは国の史跡にも指定されているそうです。では進んでいきましょう。道をそのまままっすぐ進むとこうしたレンガ造りのトンネルにたどり着きます。これはなんと日本で最も古い建造物の一つでもあるこのレンガでできたトンネルになります。すごい、結構奥が深いですね。はい、猿島は全長400メートルほどの島なので1時間もあればぐるっと一周回ることができます。